ノースリーブスの高橋みなみです。峯岸みなみです。小島春菜です。では早速このコーナーに行きましょう。ノースリーブの掟。ノースリーブの規則、ノースリーブスの鉄の掟を2択で決めていくコーナーです。はい、はい、さて、はい、意見が割れた時は多数決になるのでしっかり説得してください。はい、ということでラジオネーム竹内先輩からいただきました、うん、ありがとうございます。もうすぐノースリーブス結成5周年ということで、メンバーへの感謝を改めて伝えるなら、手紙に書いて渡す、それとも頭の中で念じてテレパシーを飛ばす。そうなんですよ、我々11月26日で、そうか、なんと5周年でございます。すごくない？すごくない？長一番、一応ね、最初の方にできたユニットですからね。そんなやったっけ ?5 周年の割にリリースしたシングルの数少なすぎますか？7、8枚じゃないの。今年リリースするんですかね。ねえ。めっちゃ言われるんですけど、ね。多分年内ないな。うん、年内ありませんか？小島さんないですか？絶対ない。あ、絶対ないそうです。絶対ないもん。ね、握手でね、ニャンニャンとこ行った人が、ちょっと半泣きで来るのよ、よく。スリムさん、今年君が出ないっていうのは本当ですかって。え、それ、さらにさ、ノースリーブス解散するんですか？小島さんが言ってました。小島さん。出ないって言ったみんなに。あとね、まだおぎ祭りをね、熱望してる。言ってる人いる。おぎ祭り今年ありますからさ、ないって。絶対ない。そればっかりはないんじゃないかなと思っちゃうけどね。まあ、ということで5周年ということでね。うん。メンバーへのお互いの感謝の気持ちを伝えるなら、うん、手紙なのかと、ね。うん。それとも5年いるから、テレパシーでいけんのかと。あー、なるほど。はい。どっちか決まりましたか。はい。手紙に書いて渡すという方。おお。テレパシーを飛ばすという方。はーい。怖い。まあもう言わなくてもね。もうこれでもうなんかテレパシーみたいな感じだね。あ、逆に？もう前で通じ合っちゃったね。うまいね。通じ合ってる。ちょっとテレパシーだねって解決したらラジオ全く伝わらないことになる。確かにね。みんなはテレパシー使えないわけですから、ね、そうか、どうしてかって話した方がいいんじゃないかな。いや、お互いだから一回飛ばした方がいいんだよね。だから、それだとラジオも伝わらないんですけど、なんでそっちを選んだんですか？ですね、まあやっぱり、一緒にいますし、長い間、うんうん。で、なんかさ、空気感でさ、今、なんだ、今これ話したら、こう帰ってくるなとかもわかるじゃない、うん。ここで小島いじりましょうみたいなさ、うんうん、連携が取れてるから、うん、まあ改めてね、ありがとうみたいなこと言うのもこっぱずかしいですし、うんうん、言わなくてもいいんじゃないかなみたいなのありますよね、うんうんうん、確かに峯岸さん、うん、いやなんかもう手紙書き飽きちゃった、なんか高見菜に対してとか、なんかもらってるよって手紙書いてるから、確かになんかもういいかなって、なんかそうやな、うん、なんかもらってるわ、うん、そう、運動会の時だったり、うん、AK ビンゴのなんか、高めなが花嫁さんの。あ、結婚式。あれ、何だったんだろうね。よくわかんないけど。企画がありましたね。テレビで見たけどよくわかんない。だからもうなんかいいかなって言葉にしなくてもね、わざわざ形残さずとも伝わるかなって思いましたよ。うん。小島さんは？私もそうだよ。なんか食べながら喋るな、なんか食べながら。私もそう。本当？うん。思ってることもきっとわかると思うし、うん、テレパシーでその日送るね。え ?11 月26日に、うんうん、なんかさ、誰も祝ってくれないよね、何周年っていうの。そう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 。なんか去年覚えてる、多分なんかの撮影の時に、雑誌の人がケーキ持ってきてくれた、その一回だけで祝ってもらったの。なんかさ、普通さ、レコード会社の人とかさ、盛り上げてくれたりするよね、そういうの。いつも引き合いに出すけど、フレンチキスだったらさ、ノットリアットとかすごいさ、確かに、ね。すごい華やかに。エピクー祝われないけど ね。確かにね。さすがに5周年ってさ、普通なんかあるじゃん。うん、そうだよね、ね、5周年記念のイベントとかないの？でもまあこの時期ないならないですよね。11月26日のスケジュールどうなってんの？すげえ気になってきた逆に。なんですかね、握手会とかしてそうだけどね。ほんまやな、うん。ないよ多分。なんかしようじゃん。なんか行動起こそうじゃん。集まりたいね。そう、3人で集まるだけでも違うよね。うん。で、自分たちでケーキ用意して。うん。自分たちでいけそう。自分で用意しよう、もう全部。できるじゃん。うちらできるじゃん。今までもうできるもんね。うちら、3人やってきたよ。じゃあそうしましょう。そうしましょう。決まりました、おきてが。さあ、ということで決まりました。はい。ノースリーブのおきて。ノースリーブのおきて。もうすぐノースリーブス結成5周年ということで、メンバーへの感謝を改めて伝えるなら、3人でテレパシーパーティーだよ。3人でテレパシーパーティーだよ。絶対守るように。はい。ノースリーブスの週刊ノースリーブ。それではこちらのコーナーに参りましょう。
ネーミングのコーナー、イエーイ。はい、小島春菜が来年はファッションブランドを立ち上げるという話をした時に勢いでそのブランド名をリスナーから募集、うん、さらに勢いで高橋みなみのソロアルバムのタイトル、峯岸みなみの自叙伝のタイトルも募集することになったコーナーです。さあ今回は小島春菜のファッションブランドの名前ということで、どんなのが届いているんでしょうか。今回なんと3週目突入でございます、うん、マジで決めましょう。実は、はい、ファッションブランド立ち上げるまではいかないんだけど、うん、あるコラボをすることになってて、うん、なんでこれ宣伝入ってるぞこれ。違う違う、それでまあそれが決まってて、ブランド名を自分で決めていいみたいになった時に、うん、あそういえばこのラジオでなんかあったなと思って、ラクーさん、ラクーさんの、エースルナ、ハチルナ、ルナで春菜みたいな、うん、あれがあったと思ってそれをちょっと提出したんですよ。うん、番組でも決めたから。どうなったの？そしたら、なんか引っかかって。え？なんていうんだ、商標。登録。登録というか。もう他にあるんだ。そう、他にあるみたいなのが、そうなんだ、ちょい危ないみたいな。引っかかって、ね、それちょっと却下になっちゃったんですよ。あー、でも、そこまで行ったと。惜しかった。ほんと惜しかった。惜しかったね。そこまで洗練されてるおしゃれなやつだと使われてる可能性ある。ね、使われてるってことだね。でも本当にそういうチャンスというか、そういう結構いろいろそういう機会があるんで。お、これ本気出すよ。ガチだよ、これ。そう。あ、お前ら本気出すよ。ニャンニャンの無言の圧力ですよ。はい、でももうそれ先に言っときゃよかったや。募集し終わった後に言っちゃったから、ね。今日も？はい。じゃあね、実際にね、そういうアパレル系の仕事してる人から来ました。あ、それ欲しい。東京都八頭王子。うん。本当？八頭王子。八頭王子。うん。どうも、私は原宿のセレクトショップで働いているおしゃれさんです。自分で言うわ、自分で言うわ、ダメな、おしゃれさんじゃなくメール嬉しいです。絶対言わないで、絶対言わないで。いきますよ。こじはるのブランド名のアイディアですが、あまちゃんどんごんというのはどうでしょうか。あやかりすぎやな、あまちゃんに。あまちゃんとちゃんどんごんが奇跡のコラボ。ちょっと原宿っぽすぎたらごめんなさい。ダッシュ。おしゃれさん、さすが違うな、感性が。運動でしょ。ごめんね、ちょっとごめん、原宿っぽすぎたらごめん。違う、原宿っぽすぎるとこがごめんじゃないの。いっぱい原宿のむしろ。ごめんね、あまちゃんちょっとやりすぎたかも。じゃあ次行きますわ。それでは千葉県にお住まいのおごうさんからいただきました。文面を見た感じが優雅で、音もフランス語を意識し、シャルナ・ドゥ・ビジュあー、はい、シャルナは小島さんが名付けたモンドシャルナより拝借、はいはいはい、うん、はい、馬の名前、はい、ビジューがフランス語で宝石、ハルナの宝石という意味です、うん、そしてシャルナ・ドゥ・ビジューを高みなに読んでもらってください。シャルナ・ドゥ・ビジュー、ハルナの美乳に聞こえるはずです。ハルナの美乳、やっぱりトーキングウィンナーと合わせてどうぞ。もう一回言って。シャルナ・ドゥ・ビジュー、ああ、ハルナのビニュー、はい、言ってる。見て、はい。でもなんか響きは可愛いんですけどね。いやでもこれ絶対ねビニューの方からで考えたよ、このビニュー発信ってこと？ビジュー流行ってんでしょって言って最後につけてモンドシャルダに。じゃあ続いてラジオネームどんどん行こうぜ。うん、ブランド名、怪しいもん。ビグラ。え？ビグラ。何ビグラって、雰囲気はちょっとおしゃれじゃない、ビグラ、ちょっと大人っぽい感じ、うん、確かに言われてみれば意味は、意味はですね、ビッグダディの三人娘がビッグダディの三人娘が初グラビアってどういうことという僕の思いを省略した言葉です。ご検討のほどよろしくお願いします。ビッグダディの美とグラビア、ビッグダディ、あーすごい、ビッグダディの美とビッグダディの具なのかグラビアの具か、まあ、さあ好きに取ってください。ビッグダディのでグラビアの、うん、え、ラってどこ？ビッグダディ、グラビアのグラビア、どこでもいいけど、どこでもいいですよ、私にとっては。ビグラ。うん、は？え、でもなんか別に、こういう真意は伝えなければおしゃれだけどね。うん、確かに、真意、そう、真意言う機会いっぱいあるじゃん。ベニューグラビアでいいんじゃない？小島さんのベニューグラビア。いいね。コビグラ。いいね。そういうなんか意味を変えちゃえばいいんじゃない？あ、そっか、ビグラ。なんか自分なりにおしゃれに考えたよ。ビジュー？ビジュー。ビジュー。ビジュー大好きやな。グラマラス。おー、いいじゃん。ラ、何ラクーさん。なんでうちのリスナーの名前入れちゃうんだよ。あ、ラクーさんいいやつ。どうでもなるけどね。うん、確かに後付けでもいいもんね。うん、まあ、おしゃれ、響きはいい。これラスト？嘘でしょ？
じゃあ最後、じゃあ最後、小島さんの、もうだから、もう今までの、ね、今までのやつ、ね、今日ないよ、振り返っておいて。じゃあもう、これで決まりです。これで決まらない。小島原田さんのブランド名、どんどんエコーズさんが送ってくれました。2枚目。シャズラ&ガッパーナ。これです。もうなかったから、今まで。ドルチェ&ガッパーナみたいな。シャズ側です。シャズ側。シャガバ。シャガバです。シャズバってないよね。そうやってね、いっぱい欲を出して引っ張っても、結局ろくなことがないんですよ。確かに。全部捨てちゃったとしたら、それしか残ってない。そうだよ、シャズの&ガッパーナだよ。わった、じゃあ意味、寄せてく。そうだね。何でしょう。シャズの&ガッパーナって、小島さん、意味教えていただけないですか。なんか、スミレ色が好きなんですよ。はぁ、スミレ。そうで、結構スミレ色を基調にした、うん、あの服とかいっぱい作っていきたいなと思って。なるほどなるほど。8月にオープンするんですよね。そう、季節のセプテンバーそう、季節の、うん、そういうなんかラブ、うん、みたいな、なんかそういうのもテーマにしていいんじゃないですか、これで。うん、いいじゃん。なんか見えてきたね。なんか見えたね、今。すごいよ、コンセプトまで見えてきた。これ何でもなんか言ったらそうなるね。募集止めていいの、これは。もういやだよ。4週目に突入されるってことですか。4週目も1ヶ月間勢力を上げてでもね、確かに最初に言った、うん、あの本当に小島さんが実はそういうチャンスがいっぱいあって、うんうん、ガチでみんなが挑んできたら違うのが来る気がするよ、うん、私、うんうん、確かにね、そう、うん、ね、1回だって案に出してくれたもんね。いや本当にそれを込みで、そうそうそう、込みでね、うん、ね、しかも今回ラクーさんいなくない。最近みんなが冷たくするから、ね、そうだよ、この間も結構いじっちゃったじゃん。ちょっとあのベリーロールの結構なんかいじ本気なのにいじっちゃってるから、ね、ちょっとお願いしといた方がいいんじゃない、うん、クーさんに。クーさん本当今までちょっとバカにしてましたバカにしてたから認めるのか。ごめんなさい。でも本当にラクーさんのあの案も出したので、うん、お願いします。はい、ということでお願いいたします。まさかの4週目突入ということでですね、まあ、次回は高橋みなみのソロデビューアルバムのタイトルを送っていただきたいと思います。なんか素敵な意味を持ったものをね、募集したいと思います、うん、ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの週刊ノースリーブ、そろそろお別れの時間となりました。いやでもね、うん、みんな頑張ってくれてますよね、うんうん、本当にね、なんか本当にもうちょっとしたら出てきそうな感じがしますね。確かにちょっとちょっと4週目も突入して小島さんの練りに練りたいと思いますけども、はい、さて番組ではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。高橋みなみのソロアルバムのタイトル、ノースリーブの掟、小島春菜のしゃべりましょうシーズン2のテーマ、質問や番組の感想などもお待ちしています。番組の携帯サイト裏側ノースリーブはチェックしなくて OK です。そしてこの後深夜1時からは AKB48 のオールナイトニッポン、ぜひ聞いてください。それでは今週はこの辺で、ノースリーブスの高橋みなみと峯岸みなみと小島春菜でした。バイバーイ。バイバーイ。すいません、はい、ちゃんここで一つ何でしょうか。先ほどセプテンバーを8月と言いましたが、正確には9月でした。お詫びして訂正申し上げますどうもすいませんでした。なんであやふやな知識で言っちゃったんだよ。頭の中で数えたら指使ったら違った。違ったね。よかったよかった。でも気づいて最後によかったです。はい、すいませんでした。はい。I wish you were here before it's too late. This could all disappear.